はい、ジョーです。久しぶりの画面の登場ということでご無沙汰しております。ちょっとね、この1ヶ月ドタバタしてました。はい、この部屋にはもうクレスはいなくなっております。クレス専用の部屋みたいな感じで部屋を設けてそっちに移動したりとか、いろいろとねドタバタしてたりしつつも、まあこの時期期間限定の朝の仕事が20日連続バーって入ったりとか、まあ、そこでもいろいろとね貼ったりということでドタバタしていて、動画のテイストが若干変わってたかと思うんですけど、久しぶりにね画面登場です。はい、で今回何やっていくかというと、オリジナル商品の紹介をさせていただこうかと思います。発売の予定としては7月22日、まあ自分とこのイベントですね、そこが初回販売になるかなと思います。あとはそうですね、サンプルの支給っていうのも考えてるんで、この後いろいろねお話ししていこうかと思いますので、このまま気になる方は見てもらったらいいかなと思います。ちょっとね2サイズ展開で、1サイズだと今製造元の方とお値段の調整をしております。ただもう1サイズに関しては値段決まってるんで、この後発表させてもらおうかと思いますんで、気になる方は見といてください。ではどうぞ。はい、ということで今回オリジナル商品として展開させていただくのはこちらのものになります。はい、フードカップって言っていいのかな、水入れって言っていいのかな、まあそこ難しいとこですね。餌入れだったり水入れだったりと、使用用途は人それぞれなんですけれども、うちではもともと何に使おうかって考えた時にクレスの餌入れとして考えたってところであります。まあ僕が考えたんちゃうけどね。うん、もともと僕はカップホルダーの方を製作をね依頼してたんですけれども、実際にサンプルできて、僕の相方さんでありうちのマネジメントをしてくれているね M ちゃんの方が、それやったらもうカップ作った方がよくねっていうことで、これが実現した形です。はい、言ってしまったら途中から僕自身は、まあ、これを製造してくれる方とのやり取りだけで、案は全部僕じゃないよってところ、うん、この形状もそうですし、高さに関してもそう、うちの相方さんのイメージをそのもの具現化したっていうか、ものにした感じになっております。もともと僕の倍以上クレスを飼育していたりするわけなんで、こういうのがあったらいいなっていうのを今回形にしたわけなんですけれども、餌皿としてはすごく軽めのものかなと思う。でアダルト個体これひたひたに入れても食べきれんからねっていうねサイズにはなってます。ここね3段になってるっていうところもちょっとこだわりがあったりする。まあ登りやすいだとか、霧吹きした時に水がねここ水滴溜まるとか、いろいろそういうのも工夫してのこの3段階調整になっていると。何個かねサンプルを作ってもらったりして使ってるんですけれども、もうこれが一番落ち着いたなっていう形で、このサイズでの展開かなって。本当に500円玉よりちょっと大きめで、高さも 1.5 センチないかなっていう、それぐらいの高さになっております。この幅で言うと 4.5 センチぐらい、本当に500円玉よりもちょっと大きいよねっていうぐらいにはなってます。お値段の方なんですけれども、1カップ500円で販売していこうかと思います。できる限りお値段下げてって考えて、まあ、ここまでがギリかなっていうので、1カップ500円での販売になります。で現状500円で決まっているのがこのサイズで、実はもう1サイズございます。はい、ちっちゃい方の展開もあります。こっちレオパニーシャフとかのカルシウムパウダー入れたりとか、レオパニーシャフのベビーの水入れとかに使えるかなと、まあ、もちろんこっちも水入れでもカルシウムパウダー入れてもいいんですけれども、2つ使えるかなと思う。こっちちょっと今値段相談中です。はい、ごめんなさい、500円以下にはしたいなと思って交渉中なんですけれども、現状これ自体の販売が7月22日の京都レプタイルズフェスで初お披露目の初販売っていうところで行こうかと思うんで、そこまでには値段しっかり決めてツイッターとかで発表していこうかと思います。なんで小さい方を使ったかというと、ツイッターでちらっとね僕じゃなくて相方さん出してたと思うんだけど、ベビーのクレスいるんですよ、うちベビーの餌入れに使ってます。はい、もちろんこっちでもベビー使えます。ただ入ってなんかこう汚れて指と指がくっつくのが嫌とか、そういう方は小さめの方選んでもらってもいいのかなと思います。まあ両方使ってます、うちはベビーには今こっち使ってますけどね。でこれ何がいいかって、これまだねお値段本当に決まってないので申し訳ないんですけど、これ裏返すでしょ、綺麗に入るんですよ、ここスポッと入ってくれる、こう綺麗に収まってくれる、これで収納もできるって形になってます。今のところはまだスタート切ってるわけでもないんで、大きい方は大きい方、小さい方は小さい方でバラ売り対応していこうかと思います。無理にこのワンセットで買ってくださいっていうやり方は今は考えてません。今後も多分考えへんかもしれんっていう感じで、さらっとねご紹介させてもらったんですけれども、基本的にこのブラック黒色が標準のカラーとなっていきます、販売、うん、一般的に流通させていくのがこっちの黒で、今回の7月22日の京都レプタイルズフェスでは限定カラー出します。それがこちらのグレー、うちのチャンネルのアイコンのカラーですよね。
5例出します。この5例に関しましては、7月22日の京都レプタイルフェスでまず販売していく。あとは僕がどこかのイベントに出展した時とかだけの限定から、直接自分から購入できる方のみの限定からって感じ。はい。ブラックはデフォルト通販対応していこうかと思ってる。通販とか対応するのはブラック。こっちはもうイベント限定みたいな。僕から直接買える方限定みたいな。そんなカラーリングで作っております。うちは今基本ね、両方とも使用してますけれども、何か生態が警戒するってことはないです。はい。どのクレスもグレーもブラックもしっかりと餌食べてくれてます。レオパに関しても水入れでも十分に使えるし、ところでございます。このグレーに関しては数量たくさん持っていくわけではないので、イベント当日もね、本当に少し限定的なね、個数になるかとは思います。どれが何個持っていくっていうのはまたツイッターでね、ツイートとかで宣伝していこうかと思うんですけれども、というところで今回ね、このカップ紹介させてもらったわけなんですけれども、本当に使用感としてはバッチリいいかなってところです。うん。個人的にもすごく満足してるっていうかね、まあ僕の案ではないんだけどね、もともとフードカップのホルダー作ろうとしたもんね、最初ね。それがもうカップにしたいってことで、ものになったかなと思います。今後の展開としては、まあ限定カラーが増えるかもしれんし、まあ、僕はグレーっていうカラーありますけど、相方さんは相方さんでのカラーが、色がついてくると思うんで、そこ好きなカラーの展開したりとか、数量限定でのカラー展開とか、いろいろなんか考えてたりはするんで、まあ多分ね、ここ何出したん僕じゃないんで、僕よりも情報がこまめに出てくるのも相方さんのね、Twitter アカウントでいう M ちゃんの方じゃないかなと思うんで、そっちの方をフォローしてもらって、情報を追いかけてもらった方がいいかなとは思います。はい。はい、ということで今回ね、オリジナル商品のご紹介させていただきました。まあこの2つですね。まあ小さい方ももちろんあるんですけれども、まあこっち限定カラーとなります。はい、僕から直接買える方のみ、イベント等でね、買える方のみこっちが手に入ると。で、こっちデフォルトで、まあ普通に販売されていくものになる。初回販売が先ほども言った通り、7月22日のイベント、京都リプタイルズフェスにて初回販売が開始。同時にこの限定カラーもその時持っていきます。ただ個数に限りあり、両方ね、やっぱりそのテストってところもあって、個数に限りはあるからってところ。で、さっきもちらっとお値段出しましたが、この2つのサイズは限定カラーもブラックも500円での販売っていう形で考えております。小さい方はね、ちょっと今お値段ね、いろいろと調整中なんで、分かり次第 Twitter とかで発表していこうかと思います。まあ、耐熱性もしっかりしていますし、水入りにも使える、餌入れとしても使えるってところ、まあ生き餌入れたら脱走はしちゃいますこれは、うん、なのでクレスとかレオパ、ニシア風ですね、うん、カルシウムパウダー入れたり、水入れたり、クレスだったら餌入れたりと、いろいろとね、用途があるんじゃないかなと思います。今後どのように普及させていくかっていうのもいろいろ考えてたりするんですけれども、まずは7月22日の京都レプタイルズフェスでの販売、で、その後、その他通販とかでも対応できるようにしていこうかなとは思っております。ということでね、少し長くなったかもしれないですけれども、ぜひ気になる方っていうのは今後の情報、Twitter で追いかけてください。支給品、いわゆるサンプルですね、の提供もしていこうかと思います。人が多ければ多いほど抽選になると思うんですけど、そこに関しては、ご了承ください。というところで、手に取ってみたいって方は7月22日の京都レプタイルズフェス来てもらえればいいかなと思います。実物見てもらえると思うんで、もちろんその頃には小さい方のカップの値段もはっきりしていると思いますんで、告知の方をさせていただこうかと思います。ということで今回はね、告知って形でねやらせてもらいましたけれども、ぜひ気になる方はこちらのカップの情報を追いかけるとともに、京都レプタイルズフェス7月22、もう言うて来週ですよね、来週の土曜日なんで、ぜひ来てもらえたらいいかなと思います。時期にイベントルールの方の動画もしっかり出しますし、しっかりとそのテンプレみたいなのも共同アカウントの方で公表していきますんで、そちら見てもらったらいいかなとは思います。ということで今回はこの辺りで終わっていこうかと思います。ぜひ Twitter、Instagram のフォロー、そしてこちらのチャンネル登録とよろしくお願いいたします。ではまた。